北近江の一戦を経て信長が抱く天下長政同様信浅井を味方につけ一掃そんな折義明の側近観音寺城の戦い久しいな光秀殿あなたは三淵殿義明様を将軍の座につけるため我ら織田にとっても悪い話ではないことなるほど要件おお感謝いたしますぞ で義明殿が次の将軍に義明様が共にあれば上洛の大義も立ちさらには信長殿なるほどなを果たす乱世に抗おうぞ光秀美濃に滞在されていたのか光秀か久方ぶりだな元気にやって何か思い悩むわかるか光秀ああ名役に刺した縁組かはあ使徒やかあれそれにこれは俺の試験どうな次の上洛戦には浅井も今日は目前六角と三好を破り上洛を果たすまずは観音寺城周辺の市場を落とせあ私の帰郷を阻む者どもがまだこんなにも大義は俺たちにある邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ義景様の下で磨いたこの腕今こそ発揮せねば俺がやる義明殿将軍家のことは我らに任せここでおとなしゅう討ち死になされい敵は義明殿に戦力を集中させるつもりか何としても守り抜かねばな俺に任せろ見せてやるは俺はまだ強くなれる終わりの成り上がりが調子に乗りおって今日を滑る三好の力思い知らせてくれるこの天下を支えてきたのは三好と六角黙ら下船の輩の出る幕ではないわよく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまいだ地ならしはこの程度でよかろう全軍観音寺城へ向けて進め
ません。足利義昭様ご帰郷を助けんがため、上杉謙信推参。おお、越後の龍が加勢してくれるとは。和田山城の守りは固いようだ。目障りだ。先に三つくり城を落として南より揺さぶるか。壊してくれ。俺に小次郎を落とすなんざ伊賀の忍びにとっちゃ造作もね。ようやっとオイラたちの出番だな。一気に三つくり城を落とすぞ。三つ秀、別動隊を率いて三つくり城を落とせ。分かった、任せてくれ。時代が動けろ。卑怯者の三好や六角に都を任せられるかよ。これからは信長様の時代だ。あの人すごく張り切ってるみたいだけど大丈夫かな。俺たちの術にかかりゃ縄文なんざあってねえようなもんだ。開門。な、何、誰が城の門を開けたのだ。気は満ちたようだ。今こそ三つくり城を落とす。敵襲か。この城は渡さんぞ。どうやら織田勢も忍びを飼っているようだな。忍びには忍びを。大賀者を出せ。あいつだ。準備しろ。ようやくか。待ちくたびれたぜ。無駄な動作。別にいいだろ。ケーキ漬けだよ、ケーキ漬け。なんだ、急に霧が。敵はそこか。俺に任せる。何をする。俺は味方だぞ。妙だな、敵の仕掛けた術か。この辺りにいる一番偉そうなやつを撃てばいいんだよな。行くぜ。甲賀者の仕業だったか。急ぎ義昭殿を救わねばなるまい。まやかしとは呼尺な。義昭様をお守りせねば。見せてやる。俺はまだ強くなれる。あんた織田信長だろ。会いたかったぜ親父。なんだお前は。豪華者であろう。邪魔立てはさせんぞ。俺は誰と戦っていたのだろう。六角、いや敵は織田だったか。甲賀者の術が兵を惑わせているようだ。一刻も早く手を打たねばならんな。見せてやる。行くせる。俺の全てで。俺はまだ強くなれる。俺の力の礎となれ。
ここは引こうか、アルマイ。よっ、お手柄じゃねえか。刃を置けろ。撃つべき仇は信長。俺がやる。これで和田山城を攻めやすくなったな。まず味方の援軍を呼ぼう。やっぱ強えな。王さんだ、王さん。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。何者かしら。承知した。だが捕らえておけ。三月のバカ、何を考えてやがる。仕方ねえ、任務は俺が片付けるか。開門。承知した。味方の混乱はあの忍びの仕業だ。やつを撃ち、術を止めるのだ。滝川一正、ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますと。見せてやる。敵は観音寺城に迫る勢いか。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。敵は連携して。で、赤い打つ構えらしい。ならばこちらは二手に分かれて当たるか。これは一体。行くせ。我ら三好一党こそが乱世の覇者よ。織田も浅井も敵ではないわ。敵将、切り伏せた。耐えきれ、聞かせてもらう。六角に蒲生あり。織田勢ごとき押し返してくれる。よし、この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。俺がやる。六角をしのぐと言われた蒲生もこの程度か。ならば義方も恐れるに足らんな。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。三つくり城に織田の旗印を掲げ見せつけよ。俺に任せてやる。である。三つくり城に織田の旗印が立ったらと。ザ北から来るのではなかったのか。三つくり城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。開門。抜けてみろ。光秀の企てに釣られて敵が出てきたな。この機を逃すな。和田山城を落とせ。この俺を止めようとて無駄よ。そこまでだ。和田山城は誰にも渡さん。承知した。やつらこの城を取り返したいんだろうが、そうはいかねえってのは。尋常に勝負いたせ。おっと、織田勢が攻勢に出たか。よし、俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにはつらつとした顔をして、多分まっすぐな人なんだろうな。へへ、どんなもんじゃい。くっ、三つくり城はおとりであったか。
だいぶ出遅れたが、この和田山城より敵を打ち払うぞ。長政のやつ、生意気な。門を開けよ。俺が返り討ちにしてやる。開門。和田山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。六角は何をしている。大が忍びでも何でも使って敵を押し手払わるか。カズージ、もう一度機会をやる。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。来たな六角。みんなこの気を逃すな。俺がやる。我に組みする者は皆信長に向けて進軍せよ。承知した、承知した、承知した。俺を打つけとは侮ったか。力及ばずか。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。俺に任せたいを受けろ。であるか。受けてみろ。俺の力の礎となれ。見せてやる。お見事にござった。俺はまだ強くなれる。叶う相手ではなかったか。俺がやる。この俺を止めようとて無駄よ。この勢いのまま観音寺城までかけるぞ。もう織田ごときに。私が打って出る。門を開けよ。開門。俺に任せ、見せてやる。この信長こそが天下無双よ。噂通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前何か勘違いをしているらしいが。それほどの力が俺に。叶う相手ではなかったか。お見事にございますな。
承知した。観音寺城は我らが制した。もはや今日に達したも同然。時をあげよう。これで天下聖筆とはいかないだろうが。ああ、是非に及ばずだ。というわけで、お前の身、親父は信長殿ならば、なら俺も親父と一緒。おい美月、我が光秀ももまあまあ年家殿だが、美月勝っておい。はいはい、わかる。おいおい、口の聞き方がな。やれやれ。それじゃあな、ことあらばいつでも呼んで。無論だ。そんなこと、お前には本当に感謝。ああ。